じゃあスパーリングやるんで、名前をさっき覚えて3人とりあえず安藤さんと佐賀さんと大輔さん、はい、はいはい、さんはすごい気持ちも良かったし、強いですね。なんであとは打ち合いの距離で戦うときに頭ずらしてあげた方がいいですね。一発入ったときにちょっとグラッてなったじゃないですか。あれが頭をずらしてれば倒れないで済むんですけど、あれをずらしてないから打ち合いのときに入れちゃう。ちゃんとずらして殴るっていうのを覚えてあげていいですね。まあ狙ったのはでもやっぱ江口さんが狙ったんだよな、スパーは。名前覚えたんで、エグチさん。よかったと思います。お前、さっき死んでたんだ。喧嘩死んでたんだ。じゃあ、お前。おい！した方がいいですね。スパーリングは一番良かった。本当にスパーリング一番良かったと思うんで。その記憶欲しかったっす、はい、全部消えたっす。まあ、今ダメージ抜くのを優先した方がいいです、はい、でもだんだん今負けないし、ファイトスタイルは一番いいと思う。